それでは迷う時間をゼロにする方法ということで、なるべく迷う時間っていうのはゼロが一番いいと思っています、うん、というのも迷ってる時間ってもったいなくないですか。ああでもない、こうでもない、どっちにしよう、 A にしようか B にしようかって言っている時に C という選択肢が出てきます。カレーにしようかな、ラーメンにしようかな、ラーメンカレー、ラーメンカレー、ラーメンカレー、牛丼みたいな、いやでも牛丼じゃなくてパスタとか、めんどくさくないですか。そんだったらもうズバッと決めた方がいいと。迷ってる時間ってなんか意味ありますかね。なんか GO かないかどっちか、 OK か NO かどっちかだと思うんですよね。でみんな何を怖がってるかっていうと、結構周囲の目、決めたって言ってやっぱりやめたっていうことに恐れすぎで、決めた後にごめんやっぱやめるわって、これ朝礼誤解と言います。で朝礼誤解はいいことです。で経営者は朝礼誤解の人ばっかりです。朝起きてすごいモチベーションがあって、このビジネスやるぞやるぞ、おーって言って、お前らやっとけよって言って、翌日になると、あごめんやっぱりね昨日のねあんま良くないわって、やっぱやる気なくしたっていうふうに僕しょっちゅう言います。それで僕はそこにストレスを感じてない。周りはストレスです。いいですか、周りはストレスでも僕はストレスを感じない。うちの妻はもうひどいです。この迷惑です、迷惑なぐらいこの却下却下、もう覆し癖が多くて、どういうふうに言うかというと、すいませんビールください、やっぱり梅酒、あすいませんやっぱりやめてコーラにしてください、あすみませんやっぱりウーロン茶にしてくれませんかって言って、ウーロン茶が届いた瞬間にすいませんやっぱりウーロンハイでお願いします変える。一つのメニューで 3,4 回変えます。ひどくないですか。でも一回一回決めてるんですよ。どっちにしようかなって言ってる時間は彼女は0秒なんです。0秒で決めて覆し続ける、これも迷惑ですけどでもそのとにかくゼロにしていくっていう、これは理想ですね。で、なんで迷う人がいるかっていうと、考えた結果と考えないでパッとゼロ秒で決断した結果、考えた方がいい結果が出るんじゃないかと思ってます。でもねそんなことありません、必ずその時のベストしか決断はできません。決定は例えばあなたが1年考えてこのビジネスやろうかなやる前かなと思った決断と、孫正義社長がこれやるぞってゼロ秒で思った決断、どっちがいいですかね。だと孫正義社長だと。だからいやちょっと大リーグの選手だったら150キロのボールがすぐ投げられるじゃない、今投げてはい分かりました、じゃああなた150キロ投げてって、ちょっと待ってください3年練習しますってなりますよね。3年練習してもできるか分からないとか。だから今ある能力のマックスでしかどうせ決断はできないので、その決断はすぐすると。ただ取り返しがつかなくなる決断は迷ってください。例えばどういうのが取り返しがつかないかっていうと、離婚とかしちゃうとき本当に取り返しが1回やると、また戻ればいいんですけど、なかなかつかないとか、あと会社を辞めるとか、これ僕5年迷って決めると迷って、やめると決めてましたけど、いつにするかを迷っているとか、でこういうのはやっぱり一回やると取り返しがつかなくなっちゃうので、そういうでかいものに関しては、迷うというか、決めてから時期を探るとか、迷ってもいいかな、でかすぎるって、失うものが大きすぎる場合は、失うものが大きいんだったらでもやらないという決断だと思うんですけどね。失うものは結構あるという場合とかには迷うことが必要ですけど、そうじゃなかったら迷ってる間に時間が解決してくれる場合もあります。なんか自分の結婚するとですね、7年経つと相手のことがどうでもよくなるらしいです。もう愛情もなくなり、ただもうどうでもいい存在になると。そうなったら今起こってること、今は何くそって思ってるかもしれないですけど、7年経ったらどうでもよくなってるんで、っていうことを考えたら、じゃあ7年経ってもまだイライラしてたら別れようみたいなことでもいいじゃないですか。どんな人でも7年経つとね、もうどうでもよくなるというふうに言われてます。例えばじゃあどういうふうにして訓練するかというと、訓練方法は一番簡単なのはレストランのメニュー決め。
何にしますかと言われて、ビールとか、まあ、飲み物とかだったね、唐揚げとか枝豆とかっていうのを決めておけるかどうか、まあ、一番重要なのはすでに居酒屋に入ったら何を頼むか決めておく。ちなみに僕が、まあ、普通の居酒屋でよくやるのはキムチと枝豆です。大抵あります。でキムチと枝豆っていうのはなんか最初に食べておくと痩せやすいんですってなんか一番太らないためには最初にキムチ枝豆も食べておけと、その後は飲み食いしても大丈夫だみたいな感じに本に書いてあって、えそうなのって。でそれを知ってから居酒屋に行って、ご注文はキムチと枝豆で、すでに決めてある、これ勝ちですよね。メニューを見るのが楽しいんだっていう人もいると思います。でもそんな楽しみはね、まあいつかやればそのビールとかだったら、もう店員さんにご注文は何にしますかって言われたら負けです。だって店員さんの方が自分の先に気がついちゃってるけどね。僕の場合は歩いている店員さんに必ずすいませんって言います。でなんなら早い時にはこう居酒屋に入ってきますよね。入ってきて生ビールフェアみたいなのが書いてあります。座る瞬間にすいません生ビールくださいって、早い。メニューは何にしますかと言われる前に行っちゃう。そうするともう勝ちですよね。このぐらいこう決断に関して早くする訓練で、メニューだったら別に間違ってもああまずいビール頼んじゃったとかどうしようウーロン茶頼んじゃったとかないですよね。間違ったらもう一個頼んでください。じゃあウーロン茶とコーラ同時に頼んでください。両方飲みたかったらウーロン茶にしようかなコーラにしようかなって言う人いるじゃないですか。両方ですよそんなの両方って言ってください。それが一番いい方法だなと思います。あとすでにやらないことを決めておくということが重要です。やることを決めるのは大変でも、やらないことは最初から決めておく。例えば僕の場合はゴルフはしないと決めてます。だから誘われてもしない、練習場も行かない、あとタバコも初めから吸わないと決めているのでそれもやらない。で僕誘われたらビジネスはやらないと決めているので、こんなビジネスありませんか、ありませんか、やりませんかって言われたらやりませんというふうに0秒で答えるということですね。あとトイレに誘われたら行かないというのも、これも僕の中学時代からのルールです。石井トイレ行かない、行かない、俺のタイミングで行く。で彼らが行った後に立ち上がって別のトイレに行くとかね。なんか誘われてそれに乗ったら負けだと僕どこかで思っているところがあって、俺はそんなその他大勢じゃないんだと、自分がトイレに行くのもタイミングで決めるぞという感じで、だから授業中に先生すいませんトイレ行っていいですかって言う人いるじゃないですか。で結構僕それやりました。でトイレに行って英単語帳を見て帰ってくるみたいなそんな派手な内職するかみたいな感じ。派手ですよね。授業中にこっそり英単語帳を見るんじゃなくて、英単語帳ごと持ってトイレに行ってそこで勉強して帰ってくるみたいな。それもまあ僕がこの時間は英語を勉強したって決めてるのに授業が数学なんだもんしょうがないじゃん。なんで時間割によって俺が左右されなきゃいけないの。俺の予定では今日は英語なの、だったら俺は英語なのっていうふうに貫いてました。ひどい人です。もう先生に嫌われます、まあ、こんな感じで合コンとかも僕誘われても全然行かないんですけど、合コン行きませんかって言われても行っても意味がないので行かないとか、まあ、これもだから誘われたら行く人もいれば行かない人もいるので、それもやっぱり決めておく。なんか相手がデパガの時だけ行くとかわかんないですけど、そういうのが好きな人はそうかもしれないし、とにかく最初に軸を決めておく。それによって時間が生まれてくる。やらないっていうことをいかにいっぱい決めておくか、誘われたビジネスをやらないとか、こういう勉強はしないとか、なんか怪しいものには手を出さないとか、マルチビジネスには手を出さないとか、不動産投資はやらない。もう不動産投資は僕やりません、興味ないんで。でもネタになる不動産投資をやりたいと思ってます。やるならカンボジアとか、突然ミャンマーの不動産とかニュージーランドの不動産とかだったらなんかネタになるじゃないですか。でもネタになることはやるんですけど、ネタにならないことはやらないです。
僕がなんかマンション経営してますとかなんか変じゃないですか、石井さん実はマンション経営してるらしいよみたいな、そこでホクホクらしいよみたいな、ない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 、そういうなんか普通のことはしない、普通じゃない不動産投資だったらするので、なんか普通じゃないものであればやりたいという願望はありますけど、なんかその他大勢と一緒のことはしないとかっていうふうに決めておくとオリジナルな人生が歩めるんじゃないかなというふうに思ってます。でこうやってぜひ皆さんも迷う時間はゼロにしていってください。ではこの動画はここで終わりにします。